というわけで早速ですが、今から自由に5人1組の班を作ってもらいます。あと今回の遠足では自由時間は班行動になります。そのため各班で行動計画表を提出してもらいます。行動計画表はなるべくホームルームの時間に作成して提出してください。了解しました、学級委員殿。計画表の用紙やガイドブックは前に置いてあるので、揃った班から持って行ってもらって大丈夫です。では今から班を組んでください。人数は5人を厳守するようにお願いします。